南アフリカ共和国のマイケル・デコック級舎に所属していたが、南アフリカ共和国でのレース出走経験はない。バレーは南半球表記とする。アルゼンチンのロベルト・ペレガッタ級舎に所属し、競争場デビュー戦となった2006年2月18日のメイドン競争は2着、続く3月18日のメイドン競争を制して、デビュー2戦目で、 初勝利を挙げた。そして次走は重傷を呼び、G1 競争初挑戦となる5月20日のアルゼンチングランクリテリウムに出走したが2着だった。レース後は休養に入り、休養中にシェイクムハンマドビンハリーファ・アールマクトゥームにトレードされたことに伴い、南アフリカ共和国のマイケル・デコック級者へ転馬やした。休養を終えてドバイに遠征し、 天馬屋後初戦の2007年1月8日に行われた一般競争ではウェイチョン・マーウィングが起乗してレースを制し天馬屋後初勝利を挙げた続くドバイ三冠競争第1戦目となる2月9日の UAE2000 ギニーはジョニー・ムルタに乗り換わってレースを制し重賞競争初勝利を挙げた続く ドバイ三冠競争第2戦目となる3月1日のアルバスタキアは再びマーウィングが起乗して2着となったビクトリーテツニーに7場審査をつけてレースを制しドバイに冠馬となったそしてドバイ三冠競争第3戦目となる3月31日の UAE ダービーも制し史上初のドバイ三冠馬となりレース後は休養に入った休養を終えて イギリスに遠征し、実戦復帰戦となる2007年8月1日のサセックスステークスに出走したが4着、続く8月21日のインターナショナルステークスでは、ジェイミー・スペンサーが帰場して出走したが5着だった。その後は、休養を挟んで再びドバイに遠征し、2008年1月24日のアルシンダガスプリントに、 再びムルタを安城に迎えて出走し、レースを制止重傷競争3勝目を挙げた。以降、ムルタが主戦騎手となり、続く3月1日のバージナハールは3着、そして迎えた3月29日のドバイワールドカップではカーリンに敗れたが2着となった。その後は休養に入りシーズンを終えた。休養を終えて3年連続でドバイに遠征し、 実戦復帰戦となった2009年2月5日のマクトゥームチャレンジラウンド2では、マインディに敗れて3着だったが、続く、ドバイワールドカップの前哨戦となる3月5日のマクトゥームチャレンジラウンド3を制して、重賞競争4勝目を挙げた。そして3月28日のドバイワールドカップに、出走したが、12着と大敗した。 その後、米国へ遠征し6月13日の、スティーブン・フォスターハンデキャップに出走して2着に入った。前走に続いて、アメリカのサバーバンハンデキャップに、出走、前走と、実績から、断然の一番人気に押されたが、ドライマティーニに大きく差し切られて、再び2着に敗れた。続く9月5日のウッドワード・ステークスでは、レイチェル・アレクサンドラの4着に終わった。 続く、ジョッキークラブゴールドカップステークスでは7着と、との負けに終わった。そしてこのレースを最後に現役を引退した。ありがとうございます。